なぎたに結ばれた藤原道則の首とそれを見て、汚れを防ぐ人々縁画書は日本における民族風習の一つ。主に児童の遊びとして取り入れられた風習で、ある種の汚れの感染を防ぐための特別な仕草である。地方や時代によって、その故障は異なっており、縁画書のほか、縁画、ビビンチョ、ンピ、バリアーなど複数のバリエーションがある。 縁画蝶は不条のものを防ぐために生やし立てる子供による口遊びの一つである。大事戦で語源は不詳とされているが、阿弥野義彦によると縁は絵や縁を表し、蝶は擬音語の蝶が省略されたもので、意味としては縁を切るを表すとしている。他に因がの性の添加とする説、縁が仙台切ったの略とする説などがある。口で縁画蝶と生やし、 指先や体で防御の印を結ぶことで不条なものの感染を防ぐことが可能となっている。日本の民族風習における汚れを防ぐ行為は古来よりあるとされ、13世紀頃の平時物語へ言葉には、神聖の生首を見ている人々が人差し指と中指を交差させている図が確認できる。縁画帳はこうした古来より培われた針十字の魔よけに起源を持ち、 戦前頃より頻繁に行われるようになった。故障は地方によって様々で、演画ビビン著などと呼ばれた。時代を経るにつる1960年代からテレビ、放映されたウルトラマンや鉄人28号などの影響を受け、バリアーなどと呼ばれるようにもなった。円画著は、糞便を踏んでしまう、トイレの便器に触れてしまうなど、誰かが不浄なものに触れた瞬間を、 第三者に目撃された段階が起点となる。不条なものを触れたものは、当該部位を別の第三者に擦りつけることで汚れから解放されるが、第三者が縁側腸と叫び、印を結ぶと防御することができる。民族学者ケ馬紳新が1990年、民族に発表した論文、子供と汚れを考える縁が長を中心にでは、縁が長の印に関して、 複数の形態を図説している。基本的に触れられると映る、という理念のもとに、幼児の鬼ごっこなどに適用される。実に不思議なことに、誰が教えたか不明のまま幼児の間に、いつの間にか流行して定着する現象が、半世紀にわたって続いている。両手を用いて、人差し指と親指で輪を作って交差させる。右手の人差し指と中指を交差させる。EN クロスドフィンガーズも、三章右手の中指と薬指を交差させる。親指を人差し指と中指の間に入れて、握り拳を作る。ジャシも、三章人差し指と親指で輪を作る。両手の人差し指をつなぎ、第三者に切り離してもらう。こうした指の形態に加えて、腕や足を交差することで、円ガチョはより強い防御力を発揮することができる。 片手の人差し指と中指を交差させる行為は、西洋においては、試験などに望む者に対して、君の成功を祈る、頑張ってという意味で用いられる。もともとは、初期キリスト教において、指の交差は十字架を意味し、神は、あなたと共にいるという意味を表した。ありがとうございます。